土井さん、お疲れ様です。お疲れ様です。これ、サラリーマンの中でもそうなんですけど、特にこの企業独立後の世界っていうのは、やっぱり人とのつながりだとか、コミュニケーションだとか、これってすごい重要になってくるじゃないですか。そうですよね。放っておくと何も起こらないですからね。そうですね。独立後はね。はい。やっぱりロイさん含めて、この自営業者として実績を出している方々っていうのは、共通してこの人とのつながりっていうのを大切にするし、コミュニケーションも大切にする。はい。もちろんこのインターネットの世界ではそういうの無視してね、突然バーンってこと言っちゃう人とかもいるんですけど、みんな死んでますよね。 死んでますね。亡くなってるっていうかね、そういう人は。本当突き抜ける力があればね、あれなんですけど、やっぱり僕たちみたいな、やっぱりね、凡人が、生き残っていくには、やっぱりね、そう、先人者がいれば、いろいろね、お話伺うし、お仕事のつながりを求めて、出会いを探すっていうことはね、やっぱり避けて通れないですよね。折れないですよね。じゃあ、例えば突き抜けたにしても、基本的にはほら、物を提供するか、サービスを提供するか、情報を提供するかにしても、やっぱりお客さんとのやり取りどうしても発生しちゃうじゃないですか。そのお金を回収、してやる限りは。そうですね。ネット初期の時は、なんか騙し売りとか、それこそ詐欺の方法でそういうことやってる人いましたけど、ね、全く無視してみたいな、そういう人いましたけど、あとは本当にほら、広告をクリックさせてみたいな、それもあったじゃないですか、昔はね、そういうのありね。ましたね。もうそのクリックすれば、お客さんがクリックすればお金入るみたいなね、ありましたよね。もそういうのがどんどん淘汰されて、もうやっぱり物を提供するか、サービスを提供するか、情報を提供するかって、ね、商品提供やると、一人でやってこの売上利益上げたとしても、やっぱりお客さんとやり取り発生するんで、どうしても避けられない部分だと思うんですよね、今のところね。そうですね。だからイレギュラーがなくなってきたっていうか、もう最近は本当思います。そで、のやっ中ぱりに、な、そうですね。何するにしても、そのね、もちろんこちらも目的があるんですけど、ね、相手方のからのね、要求事項っていうのをちゃんとこう、双方向でね、できないといけないっていうところ。まあでもそんなに難しいことじゃないんですけどね。やっぱり自分がこうしたいばっかりをこう持っていくコミュニケーションじゃなくてっていうところをね、こう、ロイ式のみんなにはね、理解していただきたいなと思ってますね。そうですね。いや、ロイ式の1期生から3期生まで見てて、最初からそういうコミュニケーションとかつながりとか、この人できてそうだなっていう人もいれば、特に、失礼な話、独身の方とかにも多いんですけど、どうし誰てともコミュね。ニケーションつなげて、目も合わせられなくて、挨拶もできなくてっていう感じの、どうしてもやっね。ぱりスタートで、やっぱり基本からロイさんが教えてくださるんでね、社会人として本来必要なものが。本来はもう、なんだったら新人の時にやってなきゃいけなかったこと、全然やり直しにもなっちゃうと思うんですけど、例えば挨拶の仕方だったり、名刺の交換の仕方だったりとかね、お行きそうから、やっぱり全てのコミュニケーションってね、挨拶から入るじゃないですか、やっぱね、なんでもそうね。ですね。そこの基礎の部分を、じゃあ、最初は仲間内の実地訓練から始まって、で、今度は本番っていう形でね、見本市商談会っていう会場で、見ず知らぬ人たちに挨拶して名刺を交換してっていうところね。やっぱり普段やってる人にはね、どうってことないことなんでしょうけど、どうしてもね、そういう営業職じゃなかったりとか、もともとそのコミュニケーション、どちらかというとね、ちょっと苦手かなって言って、そういうのをやらないでいいね、仕事を選んでた方とかっていうのは、やっぱりちょっとハードルね、ありますよね。かくいう我が弟もそんな感じだったんで、最初は。そうですよね。面白いことに、そういう時って本当なんか人間って青白い顔してて、なんか目とか顔とかこわばってる感じでね、高い表情でね、元気がないみたいな感じなんですけど、で、人とコミュニケーション取っていくと、どんどん元気になってきちゃってね、色が柔らかく、血色も良くなってきて、で、今ではね、うちの弟とかもそんな過去があった気配を見せないぐらいのね、元気になっちゃったじゃないですか。そうですよね。確かに。もともとね、動物としか話してなかったんじゃないかみたいなね。で、今ちゃんとなんかコミュニケーション取れてますもんね、人とね。すごい、外注さんに対してとか、使っているご協力会社さんとかともね、積極的に
提案するぐらいの、ね、コミュニケーションを取られてるんで、はい、全くね、あの初期状態のことはね、思い出せないぐらいですよね。そうですね。で、第2期第3期との、ね、メンバーともちゃんとコミュニケーション取れてるし、はい、本当ロイ先生のおかげで変わったなと思ってね。いやいや、もうね、やっぱりみんなね、そうやれる要素って持ってるはずなんで、60近くの方もロイシー2期生として入ってきて、はい、で本当そのコミュニケーションとかそういう部分でなかなか会社内でうまくいかなくて、で会社の中でもね、いろいろと追いやられたり、うん、女性にモテなかったり、うん、でやっぱりそういう時ってすごい青白くなって、なんかこわばった顔で最初は入ってきたんですけど、ロイシーで結局ロイシーでこうやってコミュニケーション取る楽しさを覚えて、うん、まあ、会社も独立して、で今でもあれですよ、あのコミュニケーションも結構柔らかくなってきて、顔つきの表情、同じようにまた血色も良くなってきて、でなんとあの35歳年の差の彼女まで作っちゃった、22歳の。ね、それは教えてないですけど。けれども繋がってると思うんでね、ほら基本ができて、挨拶コミュニケーション、男女関係もそこで、ね、はい、挨拶コミュニケーションで繋がりが作ってくれるじゃないですか、やっぱりね。そうですね、当然青っ白くてなんかこわばった顔してる人だったら誰も近寄ってこないんで、女性って、うん、本当にある意味本業もそれで月賞100万ちゃんと超えて、はい、うん、今ももっと上行くんだって頑張ってますし、うん、何よりね、表情がすごい柔らかくて明るくなったんですよね、これ物腰がね、やっぱり確かにね、違いますよね。違いますよ、全然、本当に、うん、昔の動画も残ってたんで、これ見ててくださいよってね。全然別人のようになってるんで、今血色もよく、ね、ご本人の あるんですね、昔の、はい、本人も、いや本当昔と全然変わりましたねって自分自身で言いましたからね。だから不思議なことで、そうするとやっぱり売上利益も上がって、うん、で人間関係良くなると、それ日常生活のね、あれも環境も良くなってくるっていう、ね、変わってくるんですね、はい、やっぱり好循環ありますよね、そこ ね、 ね、人間関係の構築のところが変わると全般的にやっぱり良くなりますよね。今の時代、このインターネットを中心に稼ぐっていうところがやっぱりテーマとしてあるんだけど、だからといってやっぱりだからこそそういうところをちゃんと大切にすると、逆にこのインターネットを通して伝わりますんでね、そういうのがね、やっぱり周りにね、そうするとよりね、お客さんもついてくるし、仲間も増えてくるし、はい、取引業者さんもね、どんどんと手厚い対応になってくるしみたいな、そうですよね。やっぱりあとちょっとこの僕なんかでも、そのやっぱり自分でパソコン向かう時間っていうのは長くなるので、はい、ちょっとスランプじゃないんですけど、いうようなね傾向が見れるときは、逆にこう積極的にこう商談をね、あの、はい、外の人とこう、うんうん、やり取りをするっていうのを意識的に入れていくと、こう、はい、アウトプットを自分でするような状況ができて、はい、精神衛生的に戻るっていうのはね、感じるときね、感じるというかあるんで、うん、時々ねそう意識するときありますよね。本当そうですね、うん、本当はコロナがなかったらもっとバンバンとみんなと会ってってね、もともとは僕大好きだったんですけど、いや本当ね、一人ぼっちでいるとこうやって、はい、精神病になってくるの分かるんですよ、うん、もうね、味覚がまずおかしくなってたり、これコロナじゃないんですけど、うん、誰か会ってないあと睡眠障害になったりとかね、どんどんおかしくなってくるんですよ、なんか、人間ってよく言われるのが、学者さんが言うには、いや水がないと3日で死ぬと、で、食事を食べないと1週間で死ぬと、であんまりこれ知られてないんですけど、実はやっぱ人とのつながりを完全に断ってしまうと2ヶ月で死んじゃうみたいですよね、やっぱりね、存在使命役割がなくなって、そういう意味でも本当やっぱりこのネット時代ね、在宅ワーク時代だからこそ、老意識みたいな形で何か目的を持ったね、このつながりでもいいんでね、まずはね、そこから始めてみるっていうのは本当に重要だな。でその基礎からロイさんから教わるってことは本当にね、やり直しからできるんで、ちゃんと、でやっぱりみんなね取り組めばできるんで、その弟もちゃんと立証してみてたんで、それがね、なんか僕もあのこの間ね、ゼロイチの報告をいただいた子、優しくていい子みたいな子がこう成功体験を話してくれてね、すごく嬉しいので、まあね、そういうまだね時期がないような子とかでもね、一生懸命こう一緒にやれたら、まあ使命感じゃないんですけど、見るからにこの人大丈夫だぞっていう人がこううまくいくのはね、まあ、それはもちろん嬉しいんですけど、そうじゃない方がこうビジネスを通じて成長が見えるっていうのはすごくやりがいもあるし楽しいですよね。
まあ、ということでね、本当にルイ式はそういう人としてっていうところでね、基礎の部分からしっかりとこの実地訓練を含めて行うことができるんでね、ぜひね挑戦してもらいたいなと思うんですよね。タイミングによってはなんですけど開かれてますので、はい、ぜひ、はい、話をね聞きに来てほしいなと思います。はい、まあ、1年に1回しか門戸が開かれてないんですけどまた次のタイミングまでね本当コロナによって人と人とが分断されてしまうような世の中になってしまうからこそ、ここをしっかりと抑えられるかどうかが要になってくると思うんですね、成功者出るかどうかという、はい、ということで引き続き色意識の中でご指導よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。